竜王戦、王位戦、名人戦、各地で対局が行われるたびに注目されるのが勝負飯とおやつです。来月3日沼津御用邸記念公園で行われる藤井聡太七冠と佐々木大地七段による棋聖戦第3局、沼津市は2人の棋士に食べてほしい沼津グルメを市民から募集しました。400件を超える応募の中から選ばれたのは次の6品です。沼津ならでは、新鮮な魚を使った海鮮丼にアジフライ定食、そしてご当地名物近海握り寿司です。続いて洋食部門は黒毛和牛のステーキ重と老舗洋食店の勝林、中華部門は焼き目をつけてから茹でるという行列ができる店の餃子が選ばれました。こういったものをお渡しします。ここに、まあ、写真と合わせて、市民がお勧めした理由が書かれて、なおかつ、店舗の方のメッセージというものをお渡しして、この中から、食べていただくものをセレクトします。藤井七冠と佐々木七段、果たしてどの勝負飯を選ぶのでしょうか。このほか2人の棋士にお持ち帰りいただく手土産スイーツも350件の応募の中から3品が選ばれました。将棋ブームとともにご当地グルメも注目を集めそうです。